やりましょう、今日も。やろう。どうよ、今日は。いや、どうだろうな。なんか、単語帳あるあるで、後半の単語むちゃくちゃ。アウフ。アウフ。いいですか。はい。ひどい。正解。はい。フィンガープリント。フィンガープリントね。うん。いいですか。はい。よし、シボンですよ。はい、正解。はい。もうそのまんまじゃんって。すごいよね。いや、この要領だよって思うけどね、俺は。英語。いや、うん、英語頑張れって思うよね、うん、この感じ全部やればよかったじゃん。そうそう。え、で、これできないからあーなのかなと思ってたら、そう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 、え、できんの。コテージ。コテージね。うん。いいですか。はい。小別荘みたいな。はい。絶対、小別荘これ違うからね。日本語頑張れだね、逆にね、うん、なんか、惜しいんだよな。トン。トン。うん。で、墓。墓、正解。これグレイブっていうのも、グレイブも墓だよね。墓、うん、同じ範囲内だったね、グレイブも。で、トンブの方が改まってるのかな。へぇ、いや、全部改まるよ。イエル、イエル。僕らのチャンネルではあんまないですね。はい。叫ぶとかね。正解。ユニティ、ユニティね、前回出ましたね、うん、はい。統合する、統合する、正解、はい、これベガスのやつね。はい。フィールオブユニティ、スイープ、スイープですね。いいですか。はい。吐く、正解。これアイシールド21読んでる人は分かるはず。ふわーってやるっていう。アイシールド最近好きで。へえ。そうそう、結局面白いな。リバイブ、リバイブ、いいですか。はい。復活させる、正解。まあよく聞くよね、これも。リバイブはね、ゲームとかでよく聞くやつ。確かに。マグニフィセント、マグニフィセント。うん。あ、おかしい、お腹空いちゃったじゃない。空いてるからなるんだよ。壮大な、正解。マキシマム、マキシマムいいですか、うん、マキシマムザホルモンじゃん。うん。最大限の、最大、うん、最大の。でもなんかあれだよね、パソコンの多分打ち込みとかで使うと思う、マキシマム。そう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 、そんなプログラミングとかなのかな。スプリット、スプリット、はい、いいですか。はい。分割する、正解。エンタイトル、エンタイトル、はい。これ少年野球とかでよくありますね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。プロ野球よりもあんだ、少年野球の方が。少年野球の方があるよ。あ、そうなの。エンタイトル2ベースとかよくある。あれって何。エンタイトル2ベースとかはなんかそのプロ野球はあれじゃん、ドームとかさ、スタジオアムでやるじゃん、うん。でもその少年野球とかはあの公園とかだから、うん、ライトとレフトのさ、その野球場じゃないからこう形変だったりするのよ、うん。だからこう変な形した公園とかでやるから、あそこに入っちゃったら、あー、そういうのもあるんだとか。結構、大切なルールなんだな。バグ、バグね。これはね、うん、あ、一応虫じゃん、うん。でもまあなんか僕らはなんかあれだよね、なんか不具合的な方で使うね、バリュー。ああ、まあね。あとスクイーズ、スクイーズ、これも野球ですね。あ、そうなんだ。スクイーズ、はい。これ絞るとか、はいはいはい、押し込むとか、うん、なんだけど、野球だとランナー三塁から送りバント、はいはいはい、はい、スクイーズっていう、スクイーズって言って、まあだからこう絞り取るように点数を取る。パラドックス、パラドックス、いいですか。はい。これは逆説、矛盾。うん、正解。まあよく使うやつ。そうね、もう日本語だよね、パラドックス。うん。ゴミだぞ、お前早くバックの画面持ってこい。それは無理だよ、な、要求のパラドックスだこ、出よ。ディサピア、ディサピア、うん、いいっすか。はい。絶望、正解。インストール、インストール、これなんか日本語になってっちゃってそうだけど、うん、まあ意外と意味は、うん、そう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 、いいっすか。はい。設置する、正解、ホーリー、ホーリー、神聖な、正解、はい。まあそんな感じね。プラグ、プラグ、これも言いますよね。うん、いいっすか。はい。差し込む、正解。ブリード、あ、うん、まだか。ブリード、うん、いいっすか。はい。出血する、正解、はい。しないでください。トミーの優しさでね、これやってるとこもあるからね。はい。うん、頑張っていきましょう。とりあえず次200年、あと、はい、1400から1600か。もうそろそろ結構覚えるのきつくなってくるはずなんだ。で、最後全部単語のテストやる。そうやんない。出してみんじゃん、昔のやつ。
試しに、うん、めちゃくちゃ難しいやつだぞ。かディバーシティ、多様性。おお、正解。はい、じゃあもうその辺にしときましょう。じゃあいいじゃん、その辺にしときましょうということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。